私はパニコ、32歳の兼業主婦です。私は今ものすごく疲れ切っています。それはただいま義実家との家族旅行からようやっと帰ってきたところだからなんです。旅行楽しかったわ。あの景色、お食事、夢のようだったわ。飛行機から降り立った義母は満足そうにうーんと伸びをしました。ありがとうね、哲也。ほんと、素敵な旅行だったわ。また連れて行ってね、お兄ちゃん。義母と義妹のチカが夫にお礼を言うと、哲也も満足そうにうなずきました。うん、また行こうな。この旅行を手配したのは、今皆様の荷物を戻されてとぼとぼと歩いているこの私なんですが、これまで何回か義家族との旅行に行ったことはありますが、毎回どれも最悪の思い出しか残っていません。旅行といえば国内だろうと海外だろうと、手配は全部私。ホテルのチェックインやチェックアウトから始まり、食事のレストランの予約、注文、外国では買い物の通訳をさせられ、観光に行った時には荷物番と荷物持ち、果ては甥っ子の太郎くんの遊び相手までさせられます。もう私は無料のツアコンでもメイドでもないんじゃ。思えば私とテスヤが海外ウェディングした時に、海外旅行が初めての義両親のお世話を張り切ってやってしまったのが運の尽きでした。あげぜんすえぜんの大名旅行にすっかり味を占めてしまったみたいです。私の家族は基本自分のことは自分でするし、家族がそれぞれお互いをカバーし合うから、一緒に旅行しても大変な思いをするとかなかったの。だからこんなことになるとはつゆ知らず、いい嫁キャンペーンをやりすぎたことに後になって気づいても後悔先に立たずなんですよね。ねえ、次いつ行く？どこ行く？私はね、今度はハワイに行きたいな。あら、今度は温泉旅行がいいわよ。のんびり温泉に浸かって海の幸を食べるの。手配よろしくね、哲也。お、任せとけよ。哲也は安請け合いしますが、その後始末は私、手配するのも私だし、お金を支払うのも私。予約の時にクレジットカードで決済した旅行代金を哲也は何度言っても清算してくれません。もちろん義実家にも請求してくれず、私のお金を当てにして旅行したがる義実家に私はイライラするばかりです。旅行だけでも腹に据えかねますが、シングルマザーで近距離に住む義妹のチカさんは旅行していない時でもいつでも甥っ子の太郎くんを私に押し付けようとします。パニコさん、私ね、今夜これから合コンがあって、また太郎の面倒お願いできる？困りますよチカさん、いきなり言われても。だって合コンに子供を連れていくわけにもいかないじゃない。そもそもなんで合コンに行く必要があるんじゃと私は心の中で叫びました。お子様お断りのおしゃれレストランでのお食事だし連れて行けない。でも突然面倒を見てくれって言われたって困ります。私だって予定があるんですから。私が拒否してもチカさんは気にもしません。いやね、予定って言ったって家にいるんだからどうせドラマ見るくらいの予定でしょ。私が再び幸せになれるかどうかの瀬戸際なんだから、ちょっとは協力してくれてもいいんじゃない。今度埋め合わせするからさ。はっ、やばい、約束の時間に遅れちゃう。じゃあよろしくね。チカさんは太郎くんを玄関に放り込むとそのまま走り去ってしまったのです。なあ、ちょっと待ってよ。今度埋め合わせするなんて言って埋め合わせなんてされたこともありません。おかげで私の予定はめちゃくちゃです。今夜は自宅でゆっくり仕事の資料本を読もうと思ってたのに、しかも太郎くんはチカさんに甘やかし放題に甘やかされたわがままっ子、入っちゃいけないと言われたところには入り込むし、家に飾ってある置物は勝手におもちゃにして壊してしまうし、勝手に冷蔵庫を開けて私が大事に取っておいたプリンも食い尽くされたり。プリンがなくなったのが一番きつい。腹に据えかねて哲也に文句を言っても哲也は全くストッパーになろうとしません。それどころかチカさんをかばう始末。これも義実家高校だと思って我慢してよ。義実家高校？これ以上私に何をしろっての？どうして私ばかり我慢しなくちゃなんないのよ。だってそれが嫁に来たものを務めたとか言うじゃん。
あ、いいんだよ。もし嫁の務めが果たせないって言うんだったら離婚しても。はい、来た。これこれ。哲也は何かというと離婚を脅し文句に使ってきます。結婚したての時に離婚と言われて、私がついビビってしまって哲也に謝罪したのを悪いように覚えてしまったみたいです。離婚といえば私が文句を引っ込めると思ってるんでしょうね。とはいえ、離婚と言われて、はいそうですか、じゃあ離婚しましょうなんて簡単には言えませんよね。だって何度かんの言っても哲也は結婚しようと思うまでに愛した人なんですもの。義実家さえ絡まなければ優しくて働き者だし、一度は生涯ずっと一緒に生きていこうと決意した人。そう簡単に離婚して離れることなんてできません。ただね、こう何度も離婚と言われ続けて、私の愛情ゲージがどんどん加工していってるのも確か。もう最近ではそれでもいいかなーなんて思ってしまう時もあるんです。そんな私の悩みに何のお構いもなく、ついにとうとう私の我慢の限界が来てしまう出来事が起こってしまったのでした。それはある日、私と哲也が夕飯を食べている時のことでした。哲也のスマホに誰かから電話がかかってきたのです。もしもし。ああ、なんだ、母さんか。電話では哲也と義母が何やら相談している模様。ああ、そりゃいいね。ああ、賛成賛成、そうしよう。父さんと知花の予定はどうなの？そっか、じゃあ OK だね。そしたら、何やら嫌な予感。義母の電話の声は聞こえませんが、私は哲也の応答を聞きながら、悪い予感が胸の中で膨れ上がっていくのをひしひしと感じました。あ、オッケー。じゃあパニコにも伝えとくよ。そんじゃよろしく。私の嫌な予感は大当たりでした。なぜなら哲也は電話を切るなり私にこう言ったのです。あのさ、来週の週末家族で温泉旅行に行くことになったから、あれだな、結局母さんの希望が通ったみたいだな。母は強しだよな。はぁ、パニコ、温泉宿の手配しておいて。風呂が広くて料理がうまいとか、場所はパニコの好きなとこでいいからさ。普段パニコさんにはお世話になってるから、今回の行き先はパニコが決めていいって母さんが言ってたよ。母さんもパニコに気を使ってるじゃん、感謝しろよ。はぁ、そもそも気を使ってるような人であれば、この間海外旅行から帰ってきたばかりなのに早々にまた旅行をたかったりしません。しかし哲也は場所決めを私の希望にしていいと言われただけで、義母に感謝しとけと言うのです。私は冷たく答えました。私はいけないわよ、この週末は仕事があるし。実際にこの週末には仕事の都合で休日出勤する予定でした。なんでだよ、一緒に行けないの？一緒じゃなくて楽しくないじゃん。旅行に行って楽しいのはお前たちだけ、私はちっとも楽しくない。言葉よりも何よりも私の目がそう語っていました。仕事を休めない？だよね、さすがにいきなりじゃ休めないか。私が氷点下の視線を哲也に浴びせているのを感じたようで、哲也の言葉はだんだん小さくなっていきました。じゃあ今回は俺たちだけで行くよ。手配だけよろしく。本当だったら手配も自分たちでやれと言いたいところですが、少なくとも今回は私の参加を免れただけで一歩前進。今回をきっかけにして義実家の家族旅行に私が行かない流れができてくるかもしれない。そうすればいつかは旅行の手配自体も義実家がやるようになって、私のお金を当てにされることもなくなるかも。私はその淡い期待にすがりつきました。そして私は久方ぶりにルンルン気分で温泉旅行の手配をして、次の週末には私は仕事、そして私を除く義実家全員は温泉旅行に出かけました。しかしその週末が終わり、自宅に戻ってきた哲也が発した言葉ときたら、もう今回の旅行全然楽しくなかった、散々だったよ。宿のチェックインはもたつくしさ、食事の時にもスッと酒は出てこないし、露天風呂の場所が分かんなくて、太郎ときたら宿の中で迷子になっちゃったんだぜ。荷物が重いって地下はブーブー言うし、観光に行くタクシーもなかなか捕まらないし。マニコ、今回の旅行自分が行かないからって手配に手を抜いたんじゃない？なにゅー、なんと哲也は
今回の旅行が散々だったのは私の手配不足だと責任を私に押し付けてきたのです。もちろん私はいつもと同じように旅行の手配をしていました。だいたい宿のチェックインがもたつくのもいつも私がチェックインをしているから他の人が不慣れなだけです。荷物が重い？自分の荷物を自分で持つのは当然だろうが。露天風呂の場所くらい自分で探しやがれ。子供から目を離すな。タクシーも酒もボサーっと待ってるだけで魔法のように目の前に現れると思ってんのか。自分たちで頼まなきゃ誰も持ってきてはくれないんだボケが。私は本当に腹が立ちました。しかもひとしきり旅行の愚痴を並べ立てた後、哲也はこう言ったのです。やっぱりパニコがいないとダメだな。これからの家族旅行はパニコは必ず参加すること。これ旦那様からの命令だ。あー、たまに来た。私の脳みそがドドーンと噴火しました。旦那様の命令って何よ。いつも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 私に無料のツアコンを押し付けて。もう頭に来た。私義実家旅行なんて金輪際行きませんからね。行っても行かなくても楽しくない旅行なんて関わり合うのはもう一切ごめんじゃ。私が頭からマグマを噴出させながら哲也に言い放すと、哲也はふふんと笑いました。あ、いいのそんなこと言って。旦那様の命令が聞けないっての。聞けるかその命令。あっそ、はあ。じゃあ離婚だな。俺の家族と仲良くできないって言うなら仕方がない。哲也は予想通り離婚を盾に私を脅してきました。しかし今回はそれだけじゃなかったのです。哲也はごそごそとタンスの引き出しを漁り、中から一枚の紙を取り出しました。親孝行しないなら離婚だぞ。私はびっくり。なんと離婚届だったのです。哲也おもむろにペンを持ち、用紙にグリグリと自分の名前を殴り書きしました。ほら、俺の名前はもう書いた。俺の覚悟が分かっただろ。俺は本気だぜ。哲也は離婚という言葉だけでなく、実際に用紙を見せて私に危機感を煽らせようとしてきたのです。こんなにすぐ用紙を出してきたってことは、きっと以前からいざという時のために準備しておいたんでしょうね。人を脅すためにわざわざ役所にまで行って。私が呆然としていると、哲也は非常にも私に宣告しました。パニコ、最後のチャンスをお前にやる。俺の命令を聞き、これからは素直に俺の家族に尽くすか、それとも離婚して寂しい毎日を送るかだ。なあパニコ、こんなことで離婚なんてしたくないだろ。なんたって俺を愛してるんだしな。お前が泣いて謝るんだったら、さっきの言葉は水に流してあげてもいいんだぜ。私は哲也がヒラヒラさせていた離婚届をさっと奪い取りました。おっと、破り捨てようとしたって無駄だぜ。破られてもいいように複数枚もらってきてあるんだから。え？哲也の言葉は途中で止まりました。なぜなら私が離婚届を握りしめたままいきなり部屋を飛び出したからです。おいパニコ、どこに行くんだよ。離婚届を川に流したって無駄だぞ。複数枚あるんだからな。川に流したら腰リサイクルできなくなっちゃうんだぞ。哲也は部屋を飛び出した私の背後から声をかけてきましたが、私はそんなことに関わり合っちゃいられません。なんだってこれは最大の、そして最後のチャンス。哲也の署名済みの離婚届をゲットする機会なんてこの先永遠に来ることはないでしょう。この機会を逃す選択なんて私にはない。私は上着も着ず、財布も持たず、ただ離婚届を握りしめたまま玄関で車の鍵だけをひっつかみ、素早く車に飛び乗ったのです。すみません、どなたか証人のサインしてくれる人いませんか。すっごい急ぎで離婚しなきゃいけないんです。私の人生がかかってます。お願いします。私は役所に駆け込み大声で叫びました。のんびりしていたら哲也がタクシーに乗って追いかけてくるかもしれません。署名済みの離婚届を破られたり不受理届なんて出されたら一巻の終わりです。誰か署名して。このままじゃ夫と義実家にたかられ続ける人生しか待ってないんです。私を助けて。私の必死の訴えかけに同情してくれた夫婦が証人欄に2人の名前を記入してくれました。私はその2人にお礼した後役所の窓口に猛ダッシュ。窓口に到着した時、遠くから哲也が必死で走ってくる姿が横目でチラリと見えました。お願いします。
私は哲也が追いつく前に急いで離婚届を提出したのです。セーフセーフ、パニコ選手滑り込みセーフホームラン。その後私が実家に帰り、これまでのことを両親に初めて伝えました。二人は非常に激怒、離婚にも賛成してくれ、落ち着くまで実家にいていいと言ってくれました。するとしばらくして哲也から電話。実家にやってくると父と母の猛攻撃に遭うことを恐れて恐る恐る電話で連絡してきたのでしょうね。パニコ、こんなことで離婚だなんて冗談だろ。冗談じゃないわよ。もう役所に離婚届も提出したし、だいたい自分で離婚届を書いておきながら何言ってんの。な、そんなの脅しだって分かってただろう。まさか本当に提出するなんて。ふーん、あんたは妻を脅すためにわざわざ離婚届を役所から持ってきたりするんだ。卑怯で小賢しい小さい男ね。いや、こんな。ま、こっちとしては渡りに船だったけどね。あんたと結婚してるメリット全く感じられなくなってたし、署名済みの離婚届を渡された時にはやっほー待ってましたってのもんよ。そんな。うろたえる哲也に対して私は余裕しゃくしゃくで答えました。いいじゃん、私がいなくなればこの先いくらだって親孝行できるでしょうし、親孝行は配偶者にやらせずに自分でやれば、自分の親なんだからさ。するとここで哲也のやつは手のひら返しを始めました。下手に出て情に訴えかけようってのね。そんなこと言うなよパニコ。ごめんって、これまでのこと謝るからさ。お前に旅行の手配とか仕切りをやらせて悪かったって父さんたちも反省してるから。なあ、そうだ、じゃあさ、今度は旅行の手配を俺がするよ。みんなで家族旅行に行ってそこで仲直りしない。この後に及んでまだ哲也私を旅行に連れて行くつもりか。ったく、頭にお花が咲き乱れちゃったのでしょうか。ね、いい考えだろ。今度の旅行ではパニコは何もしなくていいから、荷物も持つし、みんなでお姫様扱いしてあげるよ。パニコをもてなす旅にしてやるって。そしたら満足するだろ。それで仲直りしたらもう一回婚姻届を提出し直そうよ。何言ってんの、誰が好き好んでわざわざ戻るかっての。どうせ一回大名旅行を味わわせたからといって、また次の旅行では喉元すぎればなんとやらってまた私を奴隷扱いするに決まってるんだから。そんなことないって。もう哲也の言葉は 100% 信じられません。それよりもさ、慰謝料とか財産分与とかそういうめんどくさいのはなしでいいからね。あ、そうなの、いいの。うん、だって度重なる旅行で大した貯金できてなかったことは知ってるもん。私個人の預金通帳はちゃんと持ってきたしね。だけどこれまでそっちの家族と旅行に行って何度行っても清算してもらえなかった旅行費用についてはこれからまとめて請求書を送らせてもらうから。え、当たり前でしょ、もともと私は建て替え払いしていただけだったんだから、これ以上清算を待つ必要なんてどこにもありません。請求書がそっちに着いたらすぐに払ってよ。待ってパニコ、これまでの旅行代金全部？当然です。まとめたらいくらになるかな、見当もつかないや。国内旅行も海外旅行も何度も行ったし、飛行機代でしょ、電車代でしょ、宿代にタクシー代に食事代でしょ、レジャー施設のチケット代もお土産代も自販機で買ったジュースの代金まで全部請求するからね。え、そんなの無理に決まってるだろう。それ全部俺たちに払えって言うのかよ。当たり前じゃい、こっちは楽しくもなんともない旅行に無料ツアコンで連れ回されてたんだぞ。ガイド料金を請求されないだけありがたく思え。それからは哲也が何度連絡してきても請求書の金を支払ってから家ってガチャ切り、さらに思いもよらぬ嬉しいおまけまでついてきたんです。なんと役所で離婚届に署名をしてくれたご夫婦は義実家のご近所さんだったらしいんですよね。離婚届に哲也の名前が書いてあったから私が哲也のお嫁さんだってすぐに分かったみたい。しかも私が役所内で大声で義実家の悪行を触れ回ったもんだから、そのご夫婦だけでなく役所にいた地域の皆様に義実家の所業が知れ渡ったみたい。今では近所でひそひそされて、義母はスーパーに買い物にも行けないとか、
義母から悲鳴のような電話がかかってきましたが、こっちも金払えってやっぱりガチャ切り。このところ義実家ではまとめてドカンと請求された旅行代金を誰が払うかで、義両親と哲也と千佳さんの間で大揉めに揉めているそうです。あんまり呪いからとりあえずみんなにまとめて借金させて一括で返してもらいました。もちろん哲也も義両親も千佳さんも借金まみれ、今じゃ借金返すのに必死で仕事掛け持ちしてるみたいですよ。まあね、自分たちの蒔いた種ですからね。私はしばらく実家でのんびりした後、一人暮らしを始めました。もう誰かに旅行代金をたかられる心配もないし、無料ツアー婚をやらされることもなくなったから、今度は自分で好きなように行ける気楽な一人旅でも計画しちゃおうかな。いしし、ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。